どうもこんにちは、タクマットです。コンコンです。今日はですね、久しぶりのガチ勢マットファン同士対談ということで、スペシャルゲストで元 B'、そして BB イコール等をされているゴンゴンさんに来てもらいました。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。今日はね、 AA イコールのライブの日ということで。そうなんですよ、この後のね、そう、 A イコールのライブなんですよ。はい、渋谷のですね、某カラオケ店で今これ撮らせてもらってるんですけど。じゃあ乾杯しましょうか。そうですね、じゃあ乾杯っす。乾杯っす。ということで、あのゴンゴンさんはですね、ブルハとマットが死ぬほど好きと公言されてるぐらいですね、マットも好きでして、まあそんなゴンゴンさんにですね、いろいろこう僕の方からもうマットのどんなところが好きなのかとか、そういう話をちょっとあの質問させてもらえたらなと思って、はい、はい、撮らせてもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。マットを知ったきっかけっていうのは何になるんですか？はい、そうですね、まあ僕が19ぐらいの時ですね。その頃にちょっと興味を持ち出したのが、うん、悪い音楽、はい、ヘビーな、こうちょっと不良っぽいっていうか、そうですね、はんはんはん、それまで知らなかったんですよ、うんうん、ハードコアとか、はんはん、メタルとか、でもそういうジャンル、メタルっていうのも頭にあんま入ってないぐらいで、うん、自分の中では悪そうな音楽、はい、はんはん、それをナチュラルボーンキラーズっていう映画があって、はい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 、それの中にちょっと挿入歌で、なんかこの音楽悪い音楽だなっていうのが入ってて、うんうん、そっからこういう音楽があるんだって思うようになって、ちょっと興味を持ち出したんですね。こういうなんか悪そうな音楽かっこいいな、はいはい、うんうん、まだ音楽をやってなかったんですか？もうやってましたけど、ね、あ、はいはい、それで専門学校行ってたんですけど、うんうん、その時の友達にが詳しかったんですけど、はい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 、多分その友達に言ったんでしょうね、僕が、はい、そういう音楽を知りたいと、うんうんうん、そういう話で、そうですね、うんうん、それでマットカプセルマーケッツの4プラグス、おーほほ、買ったんですよね、はいはい、でも当時多分何年ぐらいですか？それは90年代98年ぐらいですね。98年、うん、98年、あ、ちょっと出て、フォープラグスが出てちょっと経ってますよね。あのフォープラグスいつ出たんですか？あれが96年なんで。あ、なるほど。だからミニサーフぐらいの時ですね、マートで言ったらね。あ、うん、あ、でもその時にフォープラグスを聴いて、はい、で、うんうん、ニルバーナー最初買った時は、はい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 、ジャケットが多いじゃないですか、はい、で、音楽もネバーマインド、そうですね、うん、ネバーマインド、はいはい、あんまり悪いっていうよりは青色っぽい感じっていうか、あー、カラー的に、このバンド普通のコードに行かないんだなみたいな、うん、コード進行がなんかひねくれてるなって思ったぐらいだったんですけど、その後ハマったんですけど、はい、でマットを最初家で再生させた時結構大きい音をされてたんですけど、はいはいはい、ポゼセンループがかかったんですよね。そうですね、はい、僕の中では日本のバンドっていうことで、はい、その時洋楽志向だったんですよ、うん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 、だから海外のバンドは無条件で認めるみたいな、はい、だけど日本のバンドに対してはちょっとライバル心みたいなのあったんでしょうね、はいはいはい、だからこそ最初流してジュ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 って言った時におっと脅威に感じたんですよ。こうそれこそ悪いなっていう、これライブこれ結構悪いな、しかも普通のバンドサウンドじゃなくて、はい、フォープラグスはギターが結構ちっちゃいんですよね。はい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 、もうベースがこう、ベースが主になって、原因すごい方、ベースが主になってて、それをサポートしてるのがギターみたいな、うん、そういう音作り で、うん、でヘビーロックとかって3音下げとかでもだいぶ悪い音になるんですけど、うんうんうん、ギターが主流だと、はいはいはい、だけど実質マットの場合はベースが主になってるから1オクターブ下げの音なんですよ、ね、うん、その1オクターブ下げの音でジュ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 ってきた時に脅威に感じましたね。独特ですもんね、あの音は、あのリフで独特、ね、結構色で言うとバックになって、うん、そうですね、カーンってなってジュ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 カーンって始まった時にこれは強いな衝撃やったわけですね。そうですね、はいはい、その後友達が、はい、これライブビデオ貸してあげるよって言って、うんうんうん、赤坂ブリッツの、あ、そのフォープラグスのツアーのツアーファイナル、はい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 、あれをもらって、はいはい、あれをよく見てました、ね、NHK なんかで放送されたやつ、そうですね、あ、はいはい、今思うとあの頃ってそのフォープラグスの、うん、そのシステマティックな、はいはい、部分もありつつ、うん、最後はラララで終わるみたいな、うんうん、そうそうそう、その初期は初期はの流れをの色もまだね、うん、はいはいはい、全然組んでて、はいはいはい、マスメディアとかもやってますもんね。そうですね、はいはいはい、だからその パークの曲とかも結構入ってる、あ、入ってるんですね、感じで、でポセシングループから始まり、はいはいはい、ラララで終わる、そうですね、
長野で終わらないじゃないですか、あんまり。そういうのもないですね。そう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 。だからちょうどその時にハマったんですよ。でも今思うと面白いですね。そのポセッシングループで始まったら、はい、システムコンフリクトで終わりそうな感じでしょ。まあそれはもうね、その後 のデジタル路線があればそうかもしれないですけど、あの頃はまだね、やっぱりだからちょうどあれなんですよね、うん、変化する途中だったんですよ。そうそう、もう本当に途中で変化するきっかけでしたよね。そのフォープラグス自体がね、その神歌がやっぱりきっかけにターニングポイントになってるのかなっていうか、あ、はい、それを知ってもうマットが好きになったと。そうですね。そういういろいろ聞いて、ゴンゴンさんから見たそのマットの魅力っていうのは、はい、まあ、その全体的にどういうところっていうふうに思ってはるかなっていうか。そうですね、まあ、僕からすると衝撃だったのはリフの音楽っていうことですね。うん、いわゆるコードとメロディーで作る音楽っていうのは一般的じゃないですか。はい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 。だけどマットの曲はドゥ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 って、ドゥ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 ってずっと繰り返して、はい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 、繰り返してるって、あのドゥ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 し、あのメロディーを乗せるコード進行じゃない。はい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 。ドゥ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 とか、はい、消毒ね。そういう悪そうなリフがずっとループしてて、そういうスタンスの音楽。はいはいはい、だったっていうのが衝撃でしたね。結構やっぱり今まで聴いたことのない音楽っていう、まだでも自分では気づいてなかったですね、そのリフの音楽っていうスタイルをまだ知らなかったので、はいはいはい、なんとなく自然にそれを聴いてましたね。それはその洋楽とかで聴かれてた音楽の中にもそういうのはあんまなかったっていう感じですか。その後マットカプセルマーケッツのライブ行ったんですよ。はいはい、はい、あ、いつぐらいに行ったんですか。もうベースでマイクスタンドにこうやってやってた。ああ、はい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 、クラッシュパウとかで、うん、はいはいはい、でも本当にもうキッズとして行かれたっていうか。そうです。ははははは。それで、うん、そのライブの時に始まる前に、うん、ベースの試し弾きがズズってやった時、はいはいはい、横にいた女の子が腹に来るって喜んでました。なるほど、ゾクゾク来ると。やっぱりその低音が、はいはいはい、腹に来るって言って、その腹に来るっていう声がね、はい、なんか印象的でした。印象的で、で前の方で見てたんですか。一番前でした。あ、そうなんや。もうめっちゃ揉まれてたんですね。じゃあもう、そうです。だから僕映りましたもん、その時。あ、そうなんですか。どこですか、会場。ちょっと渋谷のどこかは。あ、渋谷の、はい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 、クラック、うんうん、かっこいいですよね。の時に、たけしさんがデレレ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 ダダってね、やってる時にワンツースリーフォーって回入るところ、はいはいはい、で僕が思いっきり大きな声でワンツースリーフォーって言ったんです。そしたら聞こえてくれたのかなと思うぐらい目の前に来てくれて、こうやってやってくれたんです。たけしさんがもしかしたらその僕のワンツースリーフォーが耳に入って、すごい、いや行こうぜみたいな感じで前に来てこうやってやってくれた。すごい、ゴンゴンさんがその最前で見てたってことですよね。最前で。すごいな。ということは一番好きなアルバムっていうのは聞こうと思ったんですけど、これはもうフォープラグスに。フォープラグスですね。感じですよね。僕の中ではもう、うん、フォープラグスってデジタルの、うん、デジタルが生まれたアルバムっていう感じです。はいはいはい、マットといえば結構デジタルじゃないですか。うん、まあ、後半は特にね。そうですね、うん。デジタルでシステマティック。はい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 。そのパークはまだシステマティックまで行ってないじゃないですか、うん、なりそうですけど、全然まだこうなんかグルーヴ感というか、リミットとか、そうですね、うん、あれもシステマティックになってきてますけど、うん、でもこうやるとストスクリーが入ってます。はい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 、だまだそう、ね、初期マットの感じを残しつつ、うん、システマティックになりつつある、殻が破けつつある、はい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 、そう、変化の途中というかね、そういう、そうですね、うん、フォープラグスで殻を破って、はい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 、システマティックになった、うんで、名曲、神歌もあるし、神歌もあるし、そうですよね、僕、うん、フォープラグス面白いハマり方してて、うんうんうん、最初にその99年でハマるじゃないですか、はい、その時はあんまりまだリフってことを知らないくてハマってるんですけど、はいはい、3年後とかに、うん、もう B' やってましたけど、5年後ぐらいかな、はい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 、久しぶりに聴いてみたら、はい、このシステマティックなループがいいなと、はい、より分かったんですよ、はい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 、あ、これは音楽としてはリフ、まだリフっていう言葉はよく分かってなかったんですよ、はいはい、なんかそのフレーズがループしてる、うん、っていうのが気持ちよくて、はい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 、これフレーズがループしてる音楽なんだと思って、うん、また改めてハマったんですよ、うん、でそのまた数年後に、はいはい、久しぶりにまた聴いてみたら、はい、より分かったんですよ、うん、これはシステマティックだで、で結構その B' の音楽とかにもそのフォープラグスの内容ってインスパイされてるというか。そうですね、具体的に
この曲をイメージしてるとか言ってないんですけど、まあ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 、はいはい、それ以上にシステマティックっていうリフの音楽を知らなかったんで、それの先駆けになったっていうか、まあ、B' の中で僕もシステマティックな部分は多分あって、それが目覚めさせられる。そうそう、マットによって、そうです、はいはいはい、だから B' の曲でもシステマティックなフレーズを奏でているっていうのは、そのフレーズがマットの影響を受けてなくても、システマティックっていう形式自体に影響を受けてる。はい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 、はい、要はリフをどうのこうのとかそういうじゃなくて、そうまあそのそういう音楽の、構造自体、構造っていうね、その音楽の構造システム、はい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 、それをこう、まあ、システマティックという、そうですね、その音楽の構造自体に影響を受けたから、こういう風なイメージを真似したとかいうのはないんですけど、はい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 、だけどそれを自分で、あ、こういう構築されてる音楽があるんだって知って、自然に自分の中にもそれがいたんですよね。うん、僕の中のシステマティックが、もう目を覚ましたそう、僕の中のグリーンデーってシステマティックじゃないじゃないですか。ああ、そうですね。どちらもパンクロックのこう。メロディック。うん、メロディック。メロディックパンク。はいはいはい。まあ、マントもメロディックですけど。うん、だブルーハーツも結構そう。ブルーハーツもそうです。メロディック。ね、メロディックな感じですもんね。はい、でも、後で聞くとブルーハーツも、いわゆるシステマティックな曲があったりして。え、例えばどの辺の。いや、ちょっと、さすらいのニコチンやろうっていう。あはい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 。とか、まあ、ちょこちょこ、よく聞いてみると、システマティックのなってる曲とかあるんですけど、ほんと子供の頃分かんなかったんですよ。このかっこよさ、はいはい。いい曲が好きだったんで、はいはいはい、いわゆる一般の人が聴いて、いい曲だねっていう、そういういい曲が好きだったんですよ。はいはいはい、はい。メロディーがしっかりあってっていうかね。そうそうそう、ね。歌謡曲の要素が入ってる。まあ、情熱のバラとかそういう。そうですね。トレイントレインとか。の立ち位置的に。はい、だけど、はいはい、未来は僕らの手の中っていう曲はシステマティックなんですよ、実は。そのデンデレデンデレデンデレデレデデ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 ってずっと繰り返して、はい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 、そこにメロディーが乗ってて、これシステマティックだったんだこの曲、はいはいはい、システマティックパンクですよね。そっか、じゃあブルーハーツにもそういう要素を感じる部分が後で、ゴンゴンさん、後になって、だから聴いてた時はその曲はあんま好きになれない。ああ、そっかそっか、後になって、あ、この曲こういう曲だったって、はいはいはいで分かる。僕もブルーハーツはめちゃめちゃ好きなんで、あ、そうですか、はい、いろいろライブとかも昔、それこそ情熱のバラぐらいの時に行ってたりして、あ、僕も1回だけ行ったことあるんですけど、はい、日比谷野音で雨降って、 あ、そうなんですか。で、こっちに来た時に、はい、ヒロトさんが歌いながら僕を指さしたんですよ、はい、結構目の前にいたんですけど、マジですか。よく指さされたって言って、はい、いや、それは自分だと思い込んでたけど、目があったとかなんかね、それ僕が確実にあれは俺を指さしてたそうなんですか、あれは俺を指さしてたって思うんですよ。でも、ヒロトさんとは、はいはい、それだけじゃなくて、その後に一回会ってるんですよ。あ、そうなんですか。スタンスパンクスっていうバンドがあって、あ、共演して、ハイローズと、はい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 、ライブの後にヒロトさんとマネージャーが、はい、歩いてる時に追っかけてって、はい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 、すいません、ヒロさんですよね、ちょっとすごいびっくりされて、うんうんうん、みたいになって、今日一緒に出させていただいた B' の、あ、そうなんですか、って言ったら、その瞬間、あーすごいすごいあーって言って、え、なんかイベントかなんかで、イベントですね。あ、そうなんですか。握手してくれて、はい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 、その時にヒロとスマイルって高松さん、あれですね、結構マスクがまだあれですもんね、本体見たことない人がいますもんね。あ、そうです、その YouTube 見てる人はまだ明かしてないんで、めっちゃ撫でられてます、声だけが今日はもうこれでいこうかなと思ってますんで、はい、はい、そうそう、なるほど、今日はなんで豚じゃなくてごめんなさい。いや、今日だから豚のマスクはね、遠征にはちょっと奮起でして、僕大阪からこっち東京で今来てるんですけど、豚マスク壊れやすくて、ちょっと新幹線の飲むのちょっとあれだったんで。豚マスクって買ったやつですか。いや、あれは自分で作ったんです。あ、自分で作ったんですか。頑張って作ったやつで。情熱がすごいですねそう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 、まあ、でこっちで、今日はこっちでね、ブラックサイボーンでやってこうやってやってそうですね。そうミニサーフのよくご存知でそうそう、で、そう、当時のね、話とかもちょっと聞きたいなと思って、その2000年前後のその B' としても活動されてた頃とかに、そのマットとこうフェスで、はい、こう共演みたいな感じの時もあったりしたのかなって、はい、ありました。ああ、それちょっと聞きたいですね。フェスでマットと、はいはい、楽屋が目の前だったんですよ。はいはい、な、何のフェス。ロッキンオンジャパンの、ああ、はい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 、あの、ロッキンオンジャパン、カウントダウンジャパン、あ、カウントダウンジャパン、あの、年末です。ネルムルワールドはマットだったんですよ。はいはい、で、僕は当時、はい、心が弱かったんですよ。あ、そうなんですか。だから、その、嬉しいっていう感情が全部恐怖にいっちゃって、怖えと思って、
あ、もうその怖さが入ったマットだって目の前の楽屋なんで、例えばトイレに一人いるときに、はい、京野さんが来ちゃったらどうしようこれかけられる自信もない。はい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 、はい、でもすごい怖いなことですよね。でもすれ違うのが怖い。でもまあアーティスト同士のあれやからね、そこは。そうですね、はい、ただこっちはこれは多分うちのスタッフのミスだと思うんですけど、はい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 、しばらく経ってから僕 T シャツ着てたら、はい、友達がこれマッドンだねって言うんですよ。あ、マッドンの T シャツを着てたんですか。はい、あ、で僕分かってなくて、これよく着てるけどこれマッドンなの。あ、そうなんですか。マッドだよこれ。あれマッド構成マーケットです。マッドの T シャツこれ俺なんで持ってるんだろうって思って、はい、後でスタッフから聞いたのが、はい、実はその日にマットのスタッフさんがポコンって来て、はい、ディダッシュさんへって言って3枚 T シャツをくれた。ああ、そうなんですか。すげー、認識されてた。すげーええと思って、プレゼント楽屋にも。いや、だから本当だったら当然こっちからお返ししなきゃいけないのに分かってなかったんで。ああ、でもすごいですね。でも怖かったですけどでもすごい話じゃないですか、たくまくさん。いや、それすごい。ちょっと認識されてるじゃん、マットにマットに認識されてるかもしれない。いや、もう確実にそれはそうです。で、何のつながりもなかったんですよ。はいはい。ビダッシュでどれぐらいの、あのどれぐらいっていうか、その後期ですよ。あ、後期の時ですか。はいはいはい。へぇー。でもすごいことが発生する。すごい。で、合わなかったんですか、その。合わなかったです。ああ、そうなんや。うちのドラムが最後、元勝さんを見かけた。ああ、そうなんですか。へぇー。ベロンベロンに酔っ払ってたんで。はい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 。あ、元勝さん側が。元勝さんが。あ、そうなんや。え、ライブはその時見たんですか。ありましたよ、かっこよかったです。ああ、そうですよね。もう当時だから、もうパンパンやったんじゃないですか。あ、そうですね。ステージっていうかね。その T シャツは今でも持ってるんですか。いや、ちょっとわかんない。いや、僕もね、当時もうちょっと生活が荒れてたんで。ああ、そうなんですね。携帯すら、はい、番号も結構変わっちゃうんで。はいはいはい、はい、あ、そっかそっかそっか。なんで、まあ、ただ友達がマットからもらったピック、マットのライブでピック取ったのあげるよって言ってたやつなんですよ。それがあの赤く、赤い四角に黒い枠でマットカプセルマーケットって書いてある。はい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 、はい、あのピックだったんですよ。うわ、すごい。え、それ もらったんですか。もらいました。うわ、めっちゃ羨ましい。羨ましいですか。え、それたけしさんのやつじゃないですか。たけしさんですかね。はい、多分たけしとか書いてる、ね、書いてあるのかな。はい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 、はい、あ、書いてあったかもしれません。え、今持ってはるんですか、それ。いや、あれは家にあるはずです。いや、すごい。めちゃめちゃ欲しいですね。欲しいですか。じゃあ見つけたら。でも僕もね、あのゴンゴンレコードのピックを以前ち、あの発注とか注文させてもらったことがあって、はい、今家で持ってますけど。ありがとうございます。はい、で、ゴンゴンさんといえば BB イコールやってらっしゃるじゃないですか、はい、で、その BB イコールの活動をされてる、その BB イコールってどういったあの流れで BB イコールがこう結成になったのかなってすごい気になって、うん、あれはゴンゴンレコーズが始まるきっかけが、ディレッシュが解散した後に、はい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 、なんかいろんな友達と解散したんだねみたいな、はい、そうだよみたいな、はいはいはい、じゃあなんかやるみたいな感じでたくさんバンドができた中の一個だったんですよ。はいはいはい。え、メンバーは当時からそのあれですか。メンバーはたくみくんっていう人がいて、はい、ボーカルの、うん、その人はマイナーリーグのライブ僕が見に行った時に、はい、声かけてくれて、はいはい、たくみくんから、はい、ルビードームでイベントやるんだけど、はい、一緒に出てくんないみたいな感じがあって、で、僕が多分でやるんだったらバンドがいいなって言って、はい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 、じゃあドラムアレンっていうのがいるから、はいはい、ベースゆうちゃんに声かけてみる、うん、で、大丈夫だったよ。え、ゆうちゃんって高田みたいな。そうです、ね、あ、はいはいはい、そのバンドで一回きりだった、はい、とは思うんですけど。え、なんで BB イコールになったんですか。それはバンド名を考えようはいはい、はい、ベースのゆういちくんが、はい、BB イコールって言ったんですよ。あ、そうなんですか。そこから。それで、みんなが BB イコール大丈夫なのみたいな。で、多分ゆうちくんが大丈夫じゃないみたいな感じで、あ、でもなんか B ダッシュとかぶってるかなみたいな。で、そこで、そこは僕が、それは別に大丈夫じゃない。うん、はい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 。感じ。そうなんや。うん、え、それもちろんもう AA イコール。アリキのですよね、BB イコール。アリキですよね。だって BB イコールの目標が A イコールの対バンです。それはもう、その目標にしてもやっていただきたいです、ほんまに。そうですね、いろいろこうやって質問させてもらったんですけど、僕とゴンゴンさんっていうのは、去年ですよね、はい、あの、京野さんのライブの時に知り合って、うん、そうですね。それで仲良くさせてもらって、うん、最初何でしたっけ、ツイッターで、あ、そうそうそう、なんで繋がったんでしたっけ。なんか、でも僕がマットのことをすごい、つぶやいてたら、フォロー
あ、そうそうそう、もともとまあ B ダッシュももちろん好きで僕のことフォローしてくれた。そうそうそう、そうなんですよ。あ、それで僕は多分見つけた。そうで、まあ、じゃあ僕のタイムラインにタクマットがあるんですね。そう、で、もう僕からしたらもうゴンゴンさんからなんかこうメッセージくれたみたいな感じになって、そう、それで DM もいただけたのやったかな。なんかコメントとかは してました。そうで、機会があったらライブで会いましょうって話になって、なんかちょっと目がずけてます。全然います。いいですか、もうちょっとこっちですね。こうですか。あ、もうちょっとだけこっち。あ、ちょっと待ってください。これで大丈夫。これでいいですか。これで。でも見てる人には目見えないでしょ。ちょっと揃えていただいて。そう。あ、なんか口が剥がれちゃってます。あ、それはね、もうね、これあれなんですよ。もう使いすぎてて、あ、そうです。ちょっともうこれはもうボロボロ。なんかプロレスラーのマスクみたいな。そう、だんだんね、これももう年季入ってる。自分で作った。いや、これはね、あの物販で買ったんですよ。あ、じゃあここちょっとあれですね、なんかアロアルファかなんか。そうそう、つけないといけない。このまま今日最初からこうでしたっけ。いや、初めついてましたね。だんだんこうやっぱりこう劣化で、はい、歯もうちょっと、いや、もうこれもらっちゃう。ちょっと使いまくってるんで。そうそうそう、これからもね使おうと思ってるんですけども、はい、そう、だから そんなこんなですごく仲良くさせてもらっててですね、はい、ありがとうございます。でも今日もこの後一緒にね栄光のライブ見ようっていう、はい、ライブディフロッカーさんも来るんですよ。そう、ディフロッカーで、そう、ディフロッカーとのコラボみたいな計画もあるんですよね、はい、ありますよ。はい、それめっちゃ楽しみにしてて、僕も上位と仲良い。ディフロッカさんは僕の全てを変えた人なんです。おー、すごい。なぜかというと、はいはいはい、僕は今どっちかというと閉鎖的に最初 SNS やってたんですよ、うん、はい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 。なんでフォローするのは、あの、実際に会ったことある人か、うん、仕事で一緒にした人だけ、うん、だけどある時白人のサムネイルの人がフォローされて、なんかちょっと気になるなと思って見てみたら音源アップしてて、アーティストなんだ、音楽やってる人なんや、それで起きちゃったのかもしれない。それで飲んでたから、この人アーティストなんだと思って音源聞いたら、これマットの継承者だぞ。めっちゃかっこいいですよね。これ完全にマットの継承者だし、クオリティも高いと思って、これ結構貴重な人だなと思って、僕の中で会ったことない人とかそういう風に実際に繋がってる人以外はフォローしないっていう風に決めて、この人フォローしなくても世界が広がるのかと思った時に、いや、もうそういう固定概念は壊していこう、はいはいはい、フォローしようと思って、初めて会ったことない知らない人をフォローした。それがもう上位が初めてで、そしたら DM くれたんですよ。はい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 、はい、それで LINE 交換して、はいはい、一緒にいつか曲作れたら嬉しいですって、今までの僕だったらいつかできたらいいですね、で終わってたんですけど、もうそれもやめてみようと、これ作るのはいいことだと、あ、もう前向きに、まあ、とりあえず作りましょうって約束を先にしちゃった方がいいんじゃないかって、作りましょうって言って、じゃあアイデア考えますって言って、でそっから一緒にやろうってなったんで、あ、そういうことなんですね。そっから僕も繋がってる人じゃなくてもフォローしようと思うような、はい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 、それで世界が広がってきました。でもあれですね、一個こうコラボ曲っていうか、あの、一緒に曲もリリースしてますもんね。一回リリースしてますですよね。リフロックさんがリミックスしてくれた、はい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 、僕の歌が入ってるんです。いつかそれもね、ライブとかで、また上位がね、ライブやってないから、あれけど、いつかライブをね、できるようになったら、 そこにゴンゴンさんもね、今日ディフロッカさんも来るんですもんね。そう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 、久しぶりにまた揃いますよ今日は。そうで、その B ダッシュについてもね、はい、ちょっとお聞きしたいんですけども、はい、B ダッシュはいつかこう再結成みたいなの、再結成はどうなんですか。すると思います。はい、もうすごい楽しみにしてるんですけど、ね、はい、いつかは分からないんですけど、はい、僕はすると思ってます。はい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 、いや、もうゴンゴンさんはもうやりたい、まだ今はちょっとできないんですけど、うん、僕のソロ活動が軌道に乗って安定したらやりたくなるんじゃないかな、はいはい、うん、そうしたら自然にことが進むんじゃないかな、はい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 、ちょっと思ってます、ね、もうメンバーも当時やられたメンバーでまた集まってっていうか、そうですね、うんうんうん、ぜひその時はライブ行きたいですね、ぜひ本当に。まあ、ということでですね、マット好きなゴンゴンさんと、もうマットマニアの僕とでですね、こういう対談動画ちょっと今回は作らせてもらって、これからもマットのマニアックなことをいっぱいしていこうと思ってますので、はい、また見てくれたら嬉しいです。今日見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今からライブ行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあ行ってきます。When this time to
なにもね Weakness the key to shoot again You are smooth It's not gonna let you 何もいいよ He's born back in the end of the night I do for what I need story I need a boy Live day I do for what I need story I need a boy Live dayWow, wow, wow, yeah, the light is burning